Hi. Okay, so today there is new mind quest. A moment in the past. In the past. Okay. Let's go. Let's see how is the story in this capture. デートでもしましょうか。ついてこれますか。We go to the Hyperion。少し手間がかかりそうです。位置につきました。時間です。そろそろ出発してキアナのところに行きましょう。時間です。加速しますよ。位置につきました。このボタンかな。テスラ博士が作ったこの探知機、少し懐かしいな。キアナ。あ、委員長、もう出発するの？ええ、時間が迫っている。Okay, let's go. これでよし、行こう。よかった、まだ出発してなかったんだね。アインシュタイン博士、よかったって？先ほど少し任務目標を調整したんだが。何かあったんですか？いや、君たちの目標は依然としてオットーのいる聖537教会堂なんだが。特別なルート、それって敵の防衛状況をもとに臨時。ああ、具体的に言うと、すでに稼働している一部のスパルタクスシステムのおかげで。これはカロスタンの地形図だ。すでに何度も目にしたと思うが、今僕が指している座標をよく見てくれ。リアルタイムの探知結果によると、つまり敵がいないってこと？教会堂までの最短ルートではない。元の計画だと君たち。しかし騎兵を条件に入れて考慮すると。けどアインシュタイン博士、オットーはそんなに分かりやすい隙を残すのかな？分からないが、僕たちの計画したルートに入っていなかったのは確か。それに通常通りにモニタリングが可能になったこと自体が、オットーがそこまで予想できたのなら。つまり賭けですね。そのルートで私たちを待ち伏せしている、もしくはただの心理戦で私たちがリスクに怯えて手も足も出なくなることを狙っている。行ってみるしかないよね。考えすぎてチャンスを見失ったらかえって相手の思うツボだよ。ええ、そういうことだね。 Yep, it's true. 行きましょう。このあた、危険な匂いがします。トラップ maybe、 but yeah, it's worth it. 艦長、次の行動座標を送ってください。レスキュー戦術。私の番だね。時間です。ついてこれますか。決戦の時は来た。キアナのターン。マントが長くなったからちょっと慣れないや。待って、キアナ。どうしたの、委員長。やっぱり
探知機の不具合？とにかく想定の範囲内、これは確かにあの天命の主教のやり方だよ。実際は利用できるスペースに全てコマを置いていた。それって私たちの計画は全部あいつの想定内ってこと？わからない。今私たちの前にいる副兵はそれほどここが突破口になることを予想したのか、私たちがここに来ることを予想したのか。もし後者だったら、彼はきっと他の人たちに連絡を入れた方がいい。まだ大丈夫。エネルギー反応と探知機の結果がどうして一致しないのか、今オットーが何らかの手段で信号を遮断したならまだいいんだけど、もし彼がリアルタイムで私たちを監視していたら。けど気づかれない前提で通ることは無理だね。じゃあ行動ルートをキープしたまま直接突破するのは？いいえ、軽率に仲間に連絡できない状況なら目の前の敵を素早く倒すことができたら予定通りに吸収を達成で、ええ、実戦においては自身を中心とすることが一番。湧いてくる。Okay, let's go defeat this. やっぱり地面に足がついてる方が安心だね。決戦の敵が来た。委員長、あれは。Oh my god.ここに気をつけてキアナ、あれは分身に過ぎない。あの男がこういう簡単な罠だけを用意するはずがない。急いで敵を片付けないと。キアナ、戦闘中にはぐれたけど、これもあの人の計画だとしたら、いや、さすがにこんなことまで予想できないはず。しかし本当にわざとそれを狙って、これは、Oh my god、キアナまだ近くにいる。本気を出している。力が湧いてくる。 Oh my god、 マントが長くなったからちょっと慣れないや。それはこっちのセリフだよ。委員長がここに来る前にあんたを倒す。羅刹人、また計画を間違えてるよ。相手が全然違うじゃない。待って今日は私を倒すのは無理だよ。どうしてあなたが大師匠お祖師様、お久しぶりです。確かに500年ぶりですね。まさかまだ生きてるとは思いませんでした。でしょ？目覚めた時びっくりしましたよ。世界はいろいろ変わったけど、500年前の人がまだ存在してる。委員長、彼女は？昔の友人。話すと長くなるから割愛させてもらう。キアノは大丈夫？平気だよ。けど委員長も気をつけて。彼女はオットーの部下みたい。羅刹人の部下なんかじゃないよ。バルキリーだってあの人が勝手につけた肩書きだし。お祖師様、誤解しないで。羅刹人は命の恩人だから。だけどお祖師様を止めてとしか言われてないから、助っ人がいるなんて聞いてません。割に合わないし、羅刹人は私のことを買いかぶりすぎてるんじゃないですか。キアナ、先に行ってもらうことになるかもしれない。Oh my god. Fighting between friends? 委員長。私の判断が正しければ、確かに私たちが手を組めば彼女に勝てると思う。任務も予定通りに行えなくなる。最悪の場合、彼女が私を倒し。本音を言うと、そんな自信はないですよ。もちろん。それには大きな代価が必要でしょう。ですがあなたは有言実行という点においては
相手が偽善者でもあなたは変わらず約束を守るはずです。羅刹人のやつ、この500年の間に一体何をしたの？だけど委員長、もし本当にそうだとしたら、引き穴、任務を忘れないで。何があっても誰かが前に進まなければいけない。彼女にあなたの邪魔をさせるぐらいなら。けど分かった委員長。ただオットーの相手をするなんて正直少し自信がないんだ。だから早く手伝いに来てよね。ええ、気をつけて。委員長もだよ。何かしようとはしないんですか？いいえ、私が応じたのは1回の勝負だけですから。2回戦っても何の得にもなりませんし。お宗師様とは戦った、そうですよね。あなたに守らなければならない約束があるように、私にも果たすべき使命があります。ああそうですね。どうしようもないことなのか、決まった運命なのか。昔話をするのは全てが終わってからにしましょう。そうですね。何か予想外のことでもあったら。では失礼します。 Oh my god。 無常自在に一番のリーチズショー、ご指導を。お祖師様、このまま譲り合っていても。そう、私と違って彼女の献身はまだ完全なもの。ただ現状維持のままだと今の私では。そう、この状況を。まだチャンスはある。他の相手では存在すらしないチャンス。少なくともこれからの戦いに彼女が手を出せないようにしないと。 Oh my god。 あの技を出すように彼女を誘導して、そして。そうですね、寸止めはそろそろ終わりにしましょう。 Is he talking about herself of sentience? これからは Maybe 本気になります。そうしなければと彼女に思わせるために、私も元手を出さなければなりません。雑魚ですね。これでわかるはずです。え、何を認めましょう。あなたが剣心を持つ状態では今の私たちは白昼の間でしょう。あなたを倒してキアナと合流する、それができたとしてもかなり時間がかかるはずです。ましてその時の私には局面を変えられるほどの力は残っていないでしょう。ですがあなたにとっても同じです。先ほどの手合わせからして。今の、羅刹人は精鋭は本物の仙人だって。そんなの知ってる。でもそれなら短時間で勝負が決まらないとなると。え、それはダメ。反則ですから、あなたにも私にも
即戦即決が必要です。そんなのできませんよ。だってお寿司様ですよ。切り札を見せない状況なら確かにそうなりますが。次の一撃は全力を出します。本気を出す。そう、本気です。なので自分の約束を果たしたいのなら全力を出しなさい。今がその時です。お寿司様はあの白髪の子のために時間を稼ぎたいだけですよね。今日命を懸けた戦いをしないといけないんですか。命を懸ける。オットーが何をしようとしているのかあなたには分かるはずです。500年の歴史には戦う価値があります。ですがお寿司様。それに今よりもずっと幸せになってるはずだよ。無常自在門一番弟子。最強剣気神運神なるもの変化の極みなり万物に妙にして芸をなし剣をもって話すべからざるものなり。お寿司様、この一撃は本当に気をつけてください。来い。退去の剣。そう、そして私はこの Oh my god. What happened? では、僕も心音実験を受けるか。ネイ、彼女が目覚めた。ケビン、少し部屋を出てもらえるかしら。大丈夫？フア。博士、これは。無理に目を開けようとする必要はないわ。私、一体何が。あなたは予想よりもずっとよくできた。もう行け。長編意志はまだ活性化し続けている。とにかく心音実験は成功。ソアラ、 What is that? 話さなくても大丈夫よ。今のあなたは最初の変化に適応して、心音の拒絶反応を和らげる原理については、私たちの予想通り心音は人類の意識と。だけどフア、彼らの因子によってあなたは優れた生命力と。今のあなたはまだ若い選手だけど、運命はあなたに道を選んでくれた。長編因子が自分にどんな影響を与えるのか、私が話したいことはそれだけよ。それとあなたにとってはいいお知らせかもしれない。心音は一つの触媒だけど、同時に脳は人体で最も複雑で、意識にとってはわずか。心音があなたの潜在意識に影響を与えるとき、あなたの思考になるの。あなただけよ、未来は。 Oh my god. 待って、博士、まだ話したいことが。静かな時ほど危険な。いいえ、私自身も予測できませんでした。魔に落ちた者は死すべし。あくまで一つの学説だよ。彼らにとって
時間と現実は偽りの概念、共に作り出されるもの。めちゃくちゃじゃない。もう一つの学説は、時間と歴史はすでに全部、そういった反射は薄暗くなっていく。もういいわボス頭。それで時間、君が無駄にしてきたものに関して、人々がそれをどれほど考えたのか。うるさい、あんなのただの実験事故でしょ。そこに立ってないで早く精密部品のテストを手伝いなさい。めんどくさいわね。私たちが二人でやっても復元するのに一日かかるわ。どうぞ。ボサ頭、何笑ってるの。アインシュタイン博士、テスラ博士、お邪魔でしたか。いや、いいタイミングだったよ。何か用事でもあるのかい。テスラ博士と会う約束をしていまして。会う約束？あ、そう、ボス頭の言った通りよ。ちょうどいいタイミングだったわ。昨日の身体能力テストを覚えてる？データに関する問題を見つけたんだけど、サンプルが少なすぎて戦闘テストも必要になったのよ。必要な機構はすでに用意してあるから、今から。まあいいわ、もう一度用意するから。そうだボス頭、一緒に。ん？ボス頭、戻ってきなさい。まあ今は最も簡単な戦闘テストしかできないわ。いいえ、そのまま始めましょう。力が湧いてくる。終わりました、テスラ博士。ええ、データは十分よ。どうやら私の判断は間違っていないようね。今あんたの体は健康で、各項目の指標も戦士の中で最高ランクだった。ただ実戦に関して結果はあまり理想的とは言えないわね。補うように努力します。努力の問題じゃないでしょう。大事なのは支配の鍵を使用しなければ、崩壊エネルギーに対するあんたのコントロール能力はまだ自分の体の状態に慣れてないからなの。じゃあ、あの信用のせい？ Oh my god。 はい、肉体が元に戻ったとしても、私の精神状態はもうあの頃には戻れ。夫とは関係ありません。彼と知り合う前に私は剣心をなくしました。だけどあんたが前に話した原理だと、心音は直接脳に作用する潜在意識。もう一度それを呼び覚ます方はないの？あんたの体はああいう状況に長い間慣れていたのに。テスラ博士、ご厚意感謝します。ですが遠慮します。私はもう昔の私に戻りました。またしそれは私にとってこの上ない幸運です。もう一つ質問してもいいだろうか。心音の影響は消え、あなたの体も元に戻った。では崩壊獣と同化する力は？ Oh my god, ability to transform into unkindness。 第二次崩壊の時に僕たちはジークフリートの身にそういう変化が起きるのを目撃したんだが、Oh my god。 今のやむを得ない状況でしたら、たとえ本当にそうせざるを得ない状況になったとしても、さもなければ
私は逆に彼女たちの敵になってしまいます。つまり今のあなたにとっていざという時に使える切り札は、そうですね、退去検診もダメなの？時間の前後から見ると第二次崩壊の時に向き合った状況は、当時はまだ都政の羽を持っていましたので、それにあの戦いの中で退去検診にも失敗する可能性があることを知って、それって、ええ、あの時別の存在が律者の代わりにあの強い一撃を止めた。え、どうしたの？何か新しい発見でもあった？いいえ、ただある不可能な可能性を思いついただけです。Oh my god, it's getting interesting. は？何それ、もったいぶらないで。いえ、ただ今の時代ではその可能性を確認できる相手がいませんから。 Oh my god. Oh my god. 力が湧いてくる。可能性を確認できる相手はいない。何事にも絶対はないのに。もうカバイス、確かにこれは私の中の心境、そして何の偏りもない止水の境です。 Oh my god, so cool. この心の湖は存在しないはずです。あなたですか。チョウ、チョウ、特にあなたが、そう、キアナたちが出会ったあなたは四季の律者が作った幻影ではなかったのですね。あなたは最初からここに存在していたのです。So, she's the one who brought the memories? もう意味はありません、師匠。500年前のことはもう終わりました。しばらくしたらあなたも土に帰るのでしょう。あなたが作った神運を防ぐことはできません。その点に関してあなたは誰よりも分かってるはずです。同じ神運を持って対抗すればまだ勝機が見えるかもしれません。そうとは限りません。退去後運は真と真の二運だけが複雑に絡まり合っています。真運の本質は剣心を有する人が操る中で転現し形になる大量の神器、つまり崩壊エネルギーです。 Oh my god. 私にはまだそれを止め、露天させ、称賛させる方法があります。剣炎剣、退去の剣。師匠はご自身でその一撃を受け止めるおつもりですか？剣心が敗れた今、
献身をどれだけ止められるか分かりません。ですが師匠、それはあなたの献身が無形無界、内から外へですから。無形の部分はどうするおつもりですか？それが私たちが再会した理由です。あの一撃を止めれば、私は正気を見つけ夫を阻止できます。そのあなたに別れを告げなければなりません。Oh my god. 師匠、過去を捨てると決めたんですか？ Oh my god. いいえ、確かにかつての私はよくそうしていました。 Oh my god. どうすることもできないぐらい記憶を捨て、それらを純粋な燃料のような力にしてきました。ですが今はもうしません。師匠、今になってやっとわかったんです。過去のあらゆる瞬間を覚えることが私にとってどんな意味があるのかを。Yes, it's true. それらの記憶はすでに過去になりましたが、燃やされた後も私に消えない痕跡を残してくれています。ファとしての私、精鋭としての私、負荷としての私、いくつかの点のように互いにつながり、私の道になる。それは運命ではなく、私が私のために選んだ道。人生というものは失敗を経て成功するものです。今日勝つために使おうとしているのは過去と経験だけですか？ Oh my god. It's your past experience, the only thing you can count on to win this duel. 私が持っているのはそれだけです。それが師匠が決めたことなら、私には背く理由も。今日の話を今までの精鋭仙人の口から聞けるとは思いませんでした。それもいいことではないかと思います。チョウ、もう決めました。私は明日に向かいます。すべての過去を持って、それができれば過去も明日のようにここから伸びていくはずです。そうでしたか。あなたはずっとそうやって私を。今のあなたたちは私の頭に残った人格のかけらにすぎません。Oh my god. ですが些細なことでも私は忘れたくないんです。 What is more wiser and wiser? 過去がなかったら未来もないでしょう。ええ、そうですね師匠。縁があったらまたお会いしましょう。 Oh my god. Please, for I trust you. 潮時です。私がついてるから。さあ神運、それを Bury it. 止めなければなりません。心に刻んでおきます。これが精鋭仙人、七番弟子と同じ。し、気をつけて。仙人だとしても名前があるはず。私と同じ。遠い昔を忘れ、今にすがるしかないのに。明日のこともわからない。Oh my god. Is there...A disciple of Buu? 誰も明日のことなんてわからないでしょ。そうか。俺はやめるよ。過去を捨てたら。無数の回り道の果てに
師匠、あなたはようやく本物の自分を見つけたんですね。面白い。昔のこと。一つも欠けてはなりません。あれ、ケーシング？Oh, he managed to block it.唯一の可能性、かけて正解でした。師匠は献身も大したことはないって言ったことがあります。嘘だって思ったけど、まさかお祖師様にそういう攻略法があったとは。止められない、避けられない献身をお祖師様は止めただけでなく、まさかの無傷。さすがです。神器は使い果たしました。もう戦う力はありません。お祖師様、Oh my God. あなたの勝ちです。 Yes。 いいえ、私にとってこれも一つの冒険でした。それに今の私はどう考えても無傷とは言えないでしょう。この一戦は普通ではありません。ただ説明する時間はありません。あなたはこう言いましたね。私は命を懸けた戦いをしようとしていると。お祖師様、羅刹人みたいな話し方はやめてください。剣心はあなたにとって有利でしたが、そのかけらは私にとっては害でしかありませんでした。それは過去が私に与えた劣勢ですが、今ならわかります。今私たちはもう他の人に加勢できないでしょう。いいですね。これからは退去系派の対決ですね。ええ、持久戦は避けたかったのですが、今と退去剣気の伝承者、精鋭仙人ではなく退去剣派の祖師でもない。これは私、この負荷が試合の中に。 Oh my god。素晴らしい。フカ、どうぞ。Let's go。 どうぞ。 Let's go。 Oh my god。
スを通じ万物となる。聖一聖室観念よ剣となる。私はもう一撃しか出せませんよ。そうですね、すみません。私は全力を出せません。あの白髪の子を追いかけたいんですね。いいでしょう。これが最後の一撃です。レッツゴー。あなた、一撃だけじゃないでしょう。はい、でも私は全力を出したけど、つまり私は自分を買いかぶるべきではなかったの。いやいや、お祖師様、一撃だけで見ると勝負がそう決まったのは1対2だったから。あなたの、はあ、本当は勝負なんてありません。勝ちと祖師様、もしあなたが自分のため、お祖師様、もう勝てるとは思わなかったし、これからどうすればいいのか羅刹人も言ってなかったな。お祖師様のしたいことはちゃんとできてると思いますよ。あの言葉も間違いなく私の本、仲間を思うこと、もしくは自分のために考えること。けどもういいんだ。だってお祖師様はもう新たに始めることができましたから。まずは安全な場所でしばらく休み。あいつが私を呼び覚ましたのはきっと自分のことに自信があるからだと思うんですよね。もしかしたら私たちは別の時代に戻ることになるかも。今のあなたにとってもむしろ馴染みがないかもしれませんね。あなたが目覚めるまで何も知らない時代で目覚めるなんてあまりいい体験じゃありませんから。あなたも私もそうですよね。ふわ、また何か用でも。未来はあなたに任せる。ですが博士、私は後人に何を与えればいいんですか。私、その点においてはだから明日に向かって。It's fine in the future. Okay, let's go to the church. ここだ。委員長の方はどうなったのかな。
何らかの方法で信号を遮断したのは確かだと思う。うん、委員長を信じよう。あれは確かに退去検診だった。でもあの辺に破壊の兆しは見られない。私、委員長が手に入れてくれたチャンスを無駄にはできない。学園長、キアナ、そっちはどうなってるの？すでに目標位置に着いたけど。負荷は？展望台の方で今まで見たことのない人と遭遇したの。委員長は時間を稼ぐために。わかった。ついでに他のチームの進捗を共有するわね。うん、さすがブローニャだね。ええ、けど気をつけなさい。形勢は私たちの方に傾いてるけど。その話だけど、学園長、私と委員長も。どういうこと？What's going on？ 電波が切れたんじゃなくて。新たな駒がそろそろ置かれる。Oh my God。 人力では干渉できないような状況にも、もし来るのが僕の古い友人なら、むしろ少し厄介になる。あの惨劇を生き残った彼女には経験。この声、おや、二人目の客人はいいタイミングで来てくれたようだ。おっと、それに、あれは黒煙白火。Oh no. It's auto fight with Durandal. Oh my god, oh no. What is the rest? The rest of the story? Oh no. What is the next main story? God damn it. So yeah, the story about Fuhua is so epic. Oh my god, my hand still shaking. But yeah, okay then, I think that's it for today. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.